屋根に登って繋がってそうだ。ワンの頃からを考えるとやっぱり行けないところを無理やり行くみたいな、まあこれぐらいはね、まだ序の口だろうけど。カードを見つけた。今何枚集まってんだ？そろそろアップグレードもできるかな。助けて。フレーバーテキスト工場に閉じ込められてしまったんだ。読む楽しみなんてもののために、僕は一日中ここで面白おかしい雰囲気を、雰囲気作りのために文章を書いてるんだ。でも、その代償は？実は、この極悪非道な工場の、イントン生活中の経営者が数少ない外部ゲスト向けに、久々に工場を開いてるんだ。これが僕のチャンスなんだ。なんかこれ、メッセージなのか、誰かの。ヒント教えて。アンチモン岩崎。あそこにもう一回入れってことか。今持ってるカードでも足りたりしないかな。プリズム補強装置へようこそ。お、アップグレード。とりあえず何かしらで4枚あれば次の段階へはいけると。あと4つ。50ユニット分アップグレード。ついでに持ってる分をラストを入れてと。ここって、お、なるほど、これを吸い込んで遠くからこいつらをやって、で下が開くのかな。正解で、こっちにあともう一箇所鍵をぶっ刺すところ、どこだったっけかな。あった。インサート。この鋭利な敵怖いよな。吸い込めないし、ブンブンっていくね、この軌道が怖い。ずっぱしされちゃう。ここにもいる。ウィンウィン。こいつらはやらないとだね。もういいや、食らうの覚悟で。よいしょ。これはどいつら、おお、この鋭利なやつ以外、カッター以外やっつければ OK と。行き来ができるようになって、で、この中にカードかな。ノバカード。よし、これで、こっからはおさらばだ。ちなみに、アーボリアリストのランクシステムは、彫刻家としてのスキルをランク化したものである。ことわざにある木のように、我々は常に高みを目指さなければならない。我々の上に君臨する者に続かねばならない。そして最後には我々は報われるのだ。A、C ライセンサーは圧倒的なまでに人工性によって特徴をつけられる。A、B ライセンサーは守備一貫性があるが完全性に欠ける。A ライセンサーはバイオツ、違う、バイオツリー。とんでもない。このバーがさ、パーに見えたからさ、そしたらバイオツって読むでしょ？うん。パイオツリーと見分けがつかないほどの、作品を作り出すことができる。とんでもない木だな。そして S ラインセンサーは木の概念を超越している。なるほど。俺、何ランクまでいけるかな。あれ？勝手に変化が解けたと思ったら、パリセードが町生としてた。ノバ、俺だよ。君の保護者の。パリセードだよ。長い間留守にしてごめんな。ああ、もうこんなに大きくなっちゃって、変わってない変わってない。パリセードは手を伸ばし、ノバのほっぺたを優しくなでた。ノバは静かに震えた。パリセードの腕に飛び込みたい気持ちを抑えるのに必死だったのだ。なぜ抑える必要がある？次のダストロップに行く前に君に見せたいものがあるんだ、ボロン。ノバ、君は本当によく頑張ってる。君のおかげで、ニューザランドが少しずつ綺麗になっている。俺はノバのことを本当に誇りに思うぜ。
でも同時に俺はノバと同じくらい頑張れてなかったのかなって思うんだ。君のお世話をだよ。おお。そっちのケアまで。確かに君はナノクリーナーだ。でもそれだけじゃない。君は感情と欲求、そして願望を持った一人の人物なんだ。俺は君に分かってほしいんだ、ノバ。この全てが君のあらゆる側面が大切なんだ。トゥンク。仕事と遊び、喜びと悲しみ、強さと弱さ。この世界にはそんなノバの全てを受け入れてくれる余地があるんだ。ああ、優しい。普通ゲームとかだとさ、ね、勇者に対して、お前世界救え、頑張れ頑張れって言うだけでさ、ね、苦しんでる、辛い思いしてる、ね、勇者にケアってなかなかないからね。そういう部分を、めたい部分をうまく表現してるね。よし、これから先は向こうに着いてからにしとこう。とにかくついてきて。そしたら、どうしたパリセード。え、ちょっとバグ制度になってるよ。君は見つけなくちゃいけない。パリセードは力を振り絞って手を伸ばし、ノバのおでこに触れた。ノバの頭の中に一連のビジョンが流れた。ああ、さっき、うわあ、通ったところ、そしてパリセードがいたところだね。うわあ、怖っ。ゾワゾワした。そしてノバがショックで倒れてしまった。ノバは自分の魂が真っ二つに引き裂かれたような気分だった。まるで自分の体から血と同じくらい大切な何かが消え去ってしまったようだ。もうノバにとってもパリセードはそういう存在だったのか。何が起こったの？全く意味がわからない。こんなの絶対にまぐれだ。まぐれだっていうのはちょっと役としておかしいかな。目が変になったんだ。頭がおかしくなっちゃったんだ。こんなことはありえない。にゃ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 、とまこまい。そんな。数分だったのか、数時間だったのかわからないが、しばらくしてからノバはなんとか立ち上がり、朦朧とした意識の中、パリセードが残してくれたビジョンの意味を理解しようと必死に考えた。入手したアイテム、パリセードのビジョン。ああ、倒れているノバ。おお、フラフラじゃないですか。あ、治った。音楽まで変わっちゃって。で、とりあえずカードをゲットしたから下に突っ込みに行くか。あ、センターシーセノテではない。先にあの砂嵐のところ行った方がいいの？あれ、またまた倒れた。ノーバー、疲労困憊じゃないですか。また倒れちゃった。二段ジャンプもできない。よし、車の再起動もね、時間かかるんだよね。なんだろう、わかるけども、いい表現ではあるけども、一回やったらもういいだろうってなるね。ふしゅーん。はい、また倒れた。ここでいいのかい？さあ、どうするノバ。突っ込むか。一歩一歩ゆっくりと。お、越えた壁を。しかし、もうその時点で体力を使い果たして、しまったが、いや、まだ生きている。ここは、あ、マップにない。もうどんな全体像をしてるかもわからない。あそこにもゲートあるけども、ああ、まだこういう状態か。なかなかつかないんだよな。ガスのなくなったライターのように通れない。おとなしくそこの塔に行けってことかな。車のスピードも心なしか落ちてるんだよな。反対側にもゲートがあるね。この塔の中にもう倒れたし。なんだ、ふよふよヒューラーが浮かんでる。
ノブはパリセードの紋章が見えた。紋章に向けて手を伸ばし触ろうとした時、洞窟内の重力が真逆になった。へえ。忘れるな、キーボードではキーを操作することでカメラの角度を調整できる。調節できる。コントローラーでは右アナログスティック。おっとーん、落ちた。お、こうしたら見やすいね。ポーン。一気に落ちらずに少しずつ落ちた方がいいか。途中何かあるかも。あ、横に落ちられそうだったね。あ、だからもうこの倒れるのちょっと鬱陶しいんで、最初だけでいいと思うな、ほんと。ずざー。横の穴みたいなところは、落ちた方が良かったのかな。落ちた手が入った方が良かったのか。洞窟内の重力が元に戻った。ノバはなんとか頂上まで落ちていくことができた。頂上まで落ちていく。不思議なセリフだ。明るい。ノバ早く進んで。もったいぶらないで。塔の上の方かな。雲海。こんなところまで来たのか。お、登れそうだ。え、走って、元気なうちに、急いで。なんか最初の卵黄の世界の、うん、あの時に、あったのにちょっと似てる。気のせいかな。梨のようなものが。チュン。埋まっちゃった。石の中にいる。パリセードのビジョンで見た木だ。複雑な彫刻が施された果実が中央の枝からぶら下がっている。パリセードはノバをこの果実へと導いたのだ。答えはその中にあるはずだ。かすかな希望の光であるこの果実をつかみながら、ノバは力を振り絞って共鳴のスパークを放った。ちょっとパリセードがいないからナレーション自分でやるしかないのか。飛びながらしっかり打たないと。あれ、ノバは果実との共鳴を始めた。だが、どう猛で埃にまみれた獣が高台の端に飛び乗って興味深そうに果実を睨んでいる。え獣に見えない。かわいい。ノバが反応する前にその獣は前に向かって飛び出し、果実を丸ごと飲み込んでしまった。怒りと恥ずかしさからノバの顔は赤くなった。もう少し早くついていれば。こうなれば果実にたどり着く方法は一つしかない。そうだ、小さくなって体に入り込むんだ。勇気を出せ、ナノクリーナーノバ。このナレーションは誰なんだか。ピュン。なるほど、こいつも逃げるから。そしてノバも倒れるから。射程はあるから、とっとと、とっとと撃って。ふう、やっと行けた。あ、今回はあのずんどこずんどこの矢印カードはないんだね。そしてどんな内容の世界かも説明がない。ブヨブヨブヨ、何これ、果実。フライングボディープレスでやってしまった。中身がなんだこれ、蜂。途方もない数になって、そしてダークチョウチョウ。いや違う、これなんだ、目。ノバの体は怒った群れの毒トゲでいたんだ。群れが飛び去り、彼女は安心のため息をついたのもつかの間、彼女はなぜ群れが飛び去ったのか気づいた。ダストだ。ダストの厚い雲が彼女を取り囲み、彼女の肺を刺激し、ノバに不快感を与えた。不快感だけが単純にダメージも来てるはず。ノバはぼやけた中、ゆっくりと目を開け始めた。最初ははっきりと見えなかったが、何かの群れが彼女に向かってくる、迫ってくるのが見えた。ダストの中を怖がらずに歩くことができる生き物って一体何なんだろう。お、なんだ、なんだこれは。突如、パリセードの姿がノバの頭の中をよぎった。ノバ、ノバ、ノバ、俺の、の、カードを、受け取ってほしいんだ、だ、だ、だ。と、そうだね。なんか、お守りとして、取っといて、交換に使うなよって言ってたね。ノバはアイテムボックスの中に手を突っ込んで、必死にパリセードのカードを探した。ドロー、パリセードカード。黒い影が彼女に向かって近づいてきた。ダメだ。彼女の指はようやくカードの近くまで届き、彼女は目の前にそのカードを勢いよく取り出した。カードのホログラフィックな表面はレアカードなのか、なのかな、つまり光の中でキラキラと輝いていた。ガーディアンであるパリセードのイラストは彼女にフレントする
軍師を目の当たりにしていた。パリセード攻撃表示で召喚。ぜひゾーナハービ用になっちゃう。いいか、よく聞け。我々はそんな馬鹿げたもの我慢ならんのだよ。謎の声がその手とともに近づき、カードにつかみかかった。ダメだよ。そしてカードを破るような素早い動きで、え、まあレアカードが。カードなんてただの紙切れだ。今いろんな人たちがうって言ったぞ。カードが力を持つのは我々全員がそのルールに同意した場合のみだ。確かにな。デュエリストたちのところにね、別のゲームの持ってったら戦いにはならないからね。いいか、我々ずっとダストだ。ずっと持ってな感じの。そして我々はそのルールに反対する。最強だよなそれ。カードバトルだって言っても、いやそのルールに乗っ取らないっていうか、カードバトルしないって言ったらね、一生決着つかないからな。ノバは体を起こし目を開けた。隣に座っているのはパリセードのカードを破ったあのモンスター。ノバは大声で泣き出したかった。しかし彼女はあまりにも弱りきり混乱していた。トンラン。あらー、なんだこのでっかいお姉さん。ああ、ね、お目覚めみたいだね。おかゆさん。気分はどうだい。モンスターはまた彼女に話しかけてきた。彼女をどうするつもりなんだろう。ダストからの使者か何かなのか。もしかしたらアサシンかもしれない。最近見てないね、ナノアサシン。彼女の始末に来たのか。センターに対するダストの戦争の形勢を一気に変えるつもりなのか。いいか、俺たち男性か。ん、どうなんだろう。でもこれオッペーあるように見えますよね。ちょっと出だしを間違っちゃったみたいだけどさ、あの時俺はお前に手を貸そうとしてただけなんだよ。そしたらちょっと危なっかしい感じになっちゃってさ。何それ、本当に力をコントロールできてないの。そのモンスターはノバの方をいぶかしげに見つめていた。まるで何かを彼女から求めてるかのようだった。もしかしてナノクリーニングが必要なのか。そんなことが可能なのか。ノバはもうすでにナノスケールまで縮んでいるのに、何か別に方法が。なあ、あのさ、そんな感じで気まずい雰囲気にするのやめてくんない。俺はお前と話そうとしてるんだぜ。返事の一つでもしてくれない。なんだろうね、ダストたち、まるでそのセンターの人たちがね、世界の秩序を守ってて、ダストがそのね、良くない因子かと思ったけども、そういう単純な話じゃなさそうだね。もしかしたらセンターのやつらはっていうところだよね。ノバは混乱した。彼女に話してほしい。だって名称がちょくちょく変わってくる。分かった分かった分かったから、話すっていうのはこう考えるみたいなもんだよ。わかる？でもその考えていることを口から出すんだよ。OK？ 俺の名前はドレムキナコ。会えて嬉しいぜ。さ、じゃあ次はお前が自己紹介すればね。ガーダです。ゲーム実況者です。ノバ。ノバ喋った。私。あれ？ああ。私はノバ。ほら、やっぱ話せるじゃん。まあ、ドラクエ的主人公と同じようにね。主人公を喋らないタイプかと思ったけども、あれかな、言語というか自分の感情をアウトプットするのを抑えられてたとかなのかな、センターとかに。でそいつらの管理下から逃れて手の届かない場所にまで来ちゃったから自分を出せたのか。すっとぼけちゃってさ。あなた私を殺すの。ちょっと待ってよ。 OK、 殺さないけど、なんで俺がお前のこと殺したりするんだよ。知って何？なるほど、どうやら質問が山ほどあるみたいだね。俺モンスターを作っちまった。質問モンスターを作ってしまったか。私自分が話せるなんて知らなかった。感情表現はだけでやり取りしてたのかな、パリとかと。その身振り手振りというか、ちょっと俺はただお前のことかからかってただけ。 OK？ 何でも話せよ。結局俺が全部話しちゃうんだけどな。パチン、ウィンク。あのナレーションのような、ゼノギアスディスク2の紙芝居かのような、ああいう表現が多かったけども、要はノバが自分で話せない、表現ができないからってことなのか。なあ、もしよかったらこの後しがらみの生産の儀式に来いよ。ビートリックスルーターっていう長老が最近亡くなってさ、みんなそこに埋葬するんだ。
もしかしたら君の持ってる質問の答えが見つかるかもしれないぜ。ここは？うわぁ、手書きになった。どれ、どこ今？ちょっとセーブポイントが欲しいんですけどね。吸い込みは可能。お、あったあった。